今日の試合お疲れ様でした。ありがとうございます。見事な勝利でした。今日の試合の感想をお願いいたします。今日はノックアウトステージということで負けられない戦いだったんですけど、無失点で点数は取れるところは取れて、勝ち進むことができたので、このまま決勝を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。では、次の試合に向けて、意気込みをお願いいたします。まだまだディフェンスの部分でも攻撃の部分でも決めきれるところとか、やっぱディフェンスが甘くなってしまっているところもあるので、決勝に向けてチームでもちょっと改善して優勝できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。